のお客さんも買いに来られたりします。あ、やっぱりね、興味のある人は、うん、なんかテレビで出て貸しててたからとか、それで使われたかもしれちゃう。なんかこうレシピをね、珍しいお野菜のレシピを貼られてるのが優しいなと。僕らのね、はい、知らないことってやっぱり多いんで、うん、はい、あのどう使っていいのか、うんうん、もっと言うと若いコックさんとかやったら、うん、知らない人が多いんで、うんうん、だから今はねもうネットがあるから何でも便利なんで、うんうんうん、これを調べてとか、あ、どういう料理に使うかとかっていうのがすぐできますね、うんうん、これ見てたら作りたくないやってみようかなって思いますもんね。じゃあできないかもしれないですけど、まあね、そうですね、週末だけでもね、はい、ちょっと変わったものを使ってみようかなと思ってますよね。